常本王、名前については口述は、釈迦族の王にして、釈迦の実父。カピラバスツの上主。親族の名前及び身辺は経典によって差異があるが、不王の名は、おおむね獅子法王で統一されている。ウブハソウジニによると、獅子法王の子で、前王の次女、大喧家をめとる。初茶葉の反逆を打って、前王の長女、喧家をめとるが、カピラバスツの規定である。 一応に火をめとらずという、イエスエを初めて破ったという。フッツ本領宗教4から5では、獅子法王には四男数ズおり、その長男を越頭団と恩赦するが、これは、釈迦の実父、すなわち、常盆王である。また天肘城の全格王のやめはすべて獅子法王の王子に二日ずつとついだが、そのうちの数目ためいとやめマカハジャハダイが、縄文王の人なったと伝える。 一般的に、マヤ夫人をめとり、ガウタマシッタールタを産んだとされる。しかして、マヤ夫人は釈迦を産んで7日後に亡くなったので、マヤの妹であるマカハジャハダイをまためとって、釈迦の乳母となった。釈迦は成長して、ヤッシュダラを火に迎え、ラーフラを産むと出家したが、その際に、ジョーボン王は、出家に反対した。しかし釈迦が、ついに出家すると、ゴビクを使わして敬語させた。 釈迦が浄土後初めてカピーラバストに帰って説法すると、マカハジャハダイの子である孫なら、なんだや諸々の王子、そして、ラーフラマデモが出家してしまった。王はこれを悲しんで、フッツに、以後は、父母の許可なくして出家するのを得ざる、制度を設けてくれと要請すると、フッツはこれを受け入れたという。ダンマパダによると、釈迦が上道して、 初めて帰乗したある時に、ニグローダゴーパエンで説法したが、それが終わると大衆は、みなさり、一人も、フッツを養成する者はおらず、縄文王も、フッツは我が子なれば、言わずとも、我が家に来るべしとして、別に養成せずに去り、食事を用意した。フッツは、翌日に城に入り、実家に尿骨すると王はこれを聞き知り、急いでフッツの元へ行き、我が子よ、なぜに、 我を恥ずかしめるのだと責めた。フッツは、いな、これは父を恥ずかしめているのではないのです。これは、我が家系の定めなのですと言った。王は、我が家系に、小敷の定めはないぞと言うと、フッツは、我が家系とは、王系を言っているのではなく、諸仏の家系を言っているのですと言い、主々の説法をした。すると、ジョボン王はこれを聞いて、アズルカに入ったという。また、 王の臨終の際には、フッツはその床に座し、白い傘の下で静かに寝て、王家を得たという。常盆王初音半行には、常盆王が闇、み、ふっに見えんことを発すると、フッツはなんだ、ラーフラ、あーなんだを引いてきてみまい、常盆王は死して四天皇がその棺を担いだとある。一説に、常盆王が亡くなったのは、釈迦仏が上道して5年目のことで、79歳。 あるいは97歳と言われている。ありがとうございます。